YouTube をご覧の皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。マットギトのリンでございます。イエーイ。ね、やってまいりました。2回目。楽曲解説、ゆうき、りんりん、サウンド、コメンタリー。たくさんにつけてもらったね。動画名を 使って、ねえ、よかった。一発目形になんとかなって。いやー、さあ、そしてね、そう、前回、ね、井上拓さんとね、ライライライをね、こう、紐解いていったんですけども、今思えばね、もう、ファン、一ファンとしてね、ファン丸出しのね、緊張感あふれる感じになっておりましたが、今回ね、バーナルブリーズを、楽曲紹介していくということで、一人寂しく実質で、の収録となります。ね、とはいえ、また同じようにね、こう、いろいろ紹介していけたらなと思うので。それでは、ビートからね、早速行きましょうか。レッツゴー。それではね。さあ、早速やっていきましょう。どうしようかな。パーカス、FX も込みで聞いていきましょうかね。うん。さあ、じゃあ、早速。まずはじゃあ、イントロからインター、ファーストのインターまで聞いてみましょうか。いきます。これはBPM が135で、基本4つ打ち進んでいくんですよ。なので、まあ、めちゃくちゃひねくれてるので、ビートパターンをね、変えたいなっていうことで、これは203連の、まあ、ジャージークラブ、いわゆるジャージークラブっていうビートのパターンを拝借してきて、作っております。これね、ジャージークラブっていうのはブレイクビーツをよく使うんですけども、ティンクっていうね、ブレイクビーツが入ってて、そう、こういうね、なんかこう、ダンサブルなね、感じの、オールドスクールな、ブレイクビーツが入ってます。そして、A メロ、四つ打ちですね。これね、四つ打ちで、まあ、裏拍にね、ハイハット入れていくんですけど、なんかね、ちょっとひねってます。なので、ちょっと違う感じ意識しながら作ってますね。ね、こういう感じです。そして、B メロですね。B メロこれもね、ハーフになってトラップっぽい。ビートパターンになってます。ここでもね、ハイハットは結構こだわりましたかね。で、なんかこう、サビに行くビルドの部分でもあるので、こう上がっていく感じをね、出しつつという感じになってます。そしてサビ。ここもね、ちょっとパーカスをこだわっていったって感じですかね。ちょっとね、ガラージっぽいようなパーカスのループが入ってて。
そうそうそう、こういう感じでね、なんかこう、ちょっと裏拍を意識したようなビートになってます。で、インターですかね。ラスサビ前、落ちサビ前かな。なんだろう、ここはちょっとね、声ネタが入ってて、今日ずっと「クラップヨーヘンズ」って言ってるんですけど、そう、なんでかっていうと、またサビの200目と400目のクラップとは違って、ちょっとねファンキーっぽいクラップが入ってて、なのでクラップをね強調したくて、ちょっと聞いてみますか、クラップを。そうそうそう、こういったね、ちょっと空間があるようなクラップにしてて、なので「クラップヨーヘンズ」って言ってね、なんかちょっと煽っていく感じでね、出来上がっております。ビートね、なんか結構うまく作れたかなと思ってます。はい、続いては、ベースですかね。レッツゴー。はい、ベースです。サブベね、聞いていきましょう。イントロから。八百屋のね、サブベース、前回見てくださった方は、俺、たくさんと話してたと思うんですけども。ローランドのね、TR808 っていうね、リズムマシンがあって、それのサブベース。結構特徴的な音で、ダンスミュージックには欠かせないようなサウンドですかね。それを使っております。で、キックと一緒にならないように、ダッキングしてて、ワンワンなるって感じですかね。そして、A メロはちょっと生っぽいような、打ち込みですけど、生っぽいようなベースが入っています。まあなんかこれも四つ打ちなので、ダッキングしながらっていう感じで。で、また B メロでハーフになって、トラップのビートになるので、トラップといえばね、TR808。同じようなサブベースね。ちょっとグライドしてね、こう、ボーンってなるようなサブベースです。そしてね、サビで四つ打ちに戻るんですけど、まあ、ダッキングして、うわんわなるのもあって、ちょっとね、上の方まで出るようなサブベース。レイヤーしてると思うんですけど、こう、レイヤーっていうのはこう、まあ、下、本当に超低域を任せるサブベース、あとミッドベースが、こう、一緒にガッチャンコしてるって感じです。書き出しの時にはもうガッチャンコしてるって感じです。なので、なんかシュワシュワ言ってますね、多分これは。まあちょっとベースラインも動きながら、かっこよくできたかな。これキックと一緒に聞くと、やっぱね、このキック鳴ってイメージ的なドーンってきて、こうサブベースがね上がってくるんですけど、ここのね、このタイム感でグルーヴって出るんですよ。ここのね、ボンワーンってなるんですけど、だキックと一緒に聞くと、そう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 、ここのねタイム感はね、めちゃめちゃ重要ですね、ノリを出す上で。さっきそのビートの時に話し忘れたんですけど、キックは生楽器を多用しているトラックなんで、ちょっとね生っぽい、あんまりシンセ
キックっぽいパツパツしたやつじゃないのを使っております。はい、次は上物かな。レッツゴー。そしたらね、上物いきましょう。これね、そのツイッターでちょっと書いたんですけど、ウィークエンドウォーカーのね、てっぺくんが手伝ってくれて、めちゃめちゃいいアコギとかね、エレキを入れてくれたっていう。まあとにかく聞いてみましょう。やばいね。やばい。これなんか本当にちょっとリズムっぽいね、パーカスチックなギターをくださいと言ったらこれが来るっていう、もうめちゃめちゃやばくないですか。このスパニッシュの終わり方に、テル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 って、ね、もうアクセントにめちゃめちゃなりましたね。うん。シンセはちょっと鳴ってるんですけど、やっぱ主役はこのてっぺくんのギターって感じですかね。じゃあ、A メロ。うん、打ち込みのアコギもいるんですけど、まあメインはピアノって感じですかね。あとこのアルペジオのシンセというか、まあ、ピリピリになってるやつですかね。プラック。そうですね、これらが全て、まあ、さっきのサブベースの時の話と一緒なんですけど、ダッキング、こうやってね、キックが鳴った後にこう戻ってくるっていう感じのを全員が処理されてて、まあ、キックと合わせて聞くと、やっぱここのダッキング具合によってグルーブが出るので、そことかも気遣いながらやりましたね。そして A、B メロかな。うん、B メロはですね、初っ端がね、めちゃめちゃ重ための処理をしたエレキ、てっぺくんのエレキだけで来るんですけど、そっからね、急にコードのシンセのね、スーパーソーだけになってこうビルドをしていくので、こうサビが来るんだなっていう感じをね、出したイメージになります。そしてね、サビですね。これね、なんか自分的にミソだなって思ってるのは、 B メロの頭でこうエレキがバーンってなるって言ったじゃないですか。で、急にこうシンセでビルドしていくわけですよね。こうシンセのまんま来るのかと思いきや、また主役がね、エレキ、アコギ、ピアノっていうね、生音に戻るっていうところがね、こうミソかなって思ってます。本当に鳴ってるシンセっていうのが、コードのアルペジオとあとリードだけなんですよ。うん、といった感じでね、本当にシンセ、もともとシンセでめちゃめちゃ持っていってたんですよ。こういうのが鳴ってたりとか。これじゃない。あ、もう削ってんのかな。そうそうそう、もともとね、いたんですよ、コードの人が。だけど音量とかもめちゃめちゃ下げて、彼かな。
本当にこいつがメインだったんですよ、もともとはね。だけど、もう、支えにしましたね。後ろに一歩下がってもらって。こう、生音が主役に躍り出るって感じ。なんかそこが逆に良かったかなと思ってます。なんかシンセでビルドしていって、そのままシンセに行くんじゃなくて、シンセでビルドしていって、また生音に戻るっていうところで、こう、アクセントが出たかなと。で、これね、自分的にすごく気に入ってるとこがあって、これまた、てっぺくんの、ジャージーの部分のアコギなんですけど、ラストのフレーズを聞いてほしいんですよ。これですよ。急にメロディアスな終わり方。一発目本当にスパニッシュな終わり方だったじゃないですか。これがね、メロディアスになって。で、これビートと一緒に聞くと、2番の A メロは最初のキック抜いてるんです。だから、そこに残ってね、めちゃめちゃ綺麗に感じになるっていう。これはね、もう、めちゃめちゃかっこいい。といった感じですかね、上物。なんか結構、変遷がめちゃくちゃあった曲ではありますね。変わってったところが結構あるっていう。だから、まあこうやって見てもらうとわかるんですけど、もともといたトラックがミュートされてる部分がすごく多くて、結構作り変えていきましたね。そしてですね、まあせっかくなんで、こう、僕がいつもこう、歌詞書いてメロを歌ってっていう、のがどういう感じなのかっていうのがあるので、まあ、ユキさんのデータちょっと歯抜けなんでないんですけども、一旦デモを聞いてもらおうと思います。隠れないで君だけに伝え
といった感じでね、結構僕はデモをがっつり取って、で、レックの時にね、持っていくって感じで。だからなんでかっていうと、やっぱここはこう歌ってほしいっていうのがあるんですけど、なんかそれをレコーディングの時にディレクションするのは当たり前なんですけど、それをなんかちゃんと歌っておくことによって、より明確にね、イメージが共有できるというか。そういった意味で結構もうね、がっつり撮っちゃいますね、僕は。なので。フォーレン桜色に染まってく、僕はそうきっと二度は過ぎて臆病で消えてしまいそうな君をただ繋ぎ止めたくて。ねえ、こういう感じですね。結構しっかり取ってね、持っていきます。はい。といった感じで、紐解きがね、できたかなと思います。ご視聴ありがとうございます。番外編でね、Twitter で募った質問に答えていきます。お時間ある方はそちらもご覧ください。それでは。